どうも、なめこです。今回はゴールデンウィークに行ってきた、ソロキャンプの模様をお伝えします。思いっきり初心者キャンプだぜ。それでは、ゆっくりしていってね。改めまして、なめこです。本日は2016年のゴールデンウィーク前半戦。うぷ主はこれからキャンプに行ってきます。なめこ号カッコ仮に荷物を詰め込んで、いざ出発です。詰め込みすぎ。てか、汚すぎだろ。なんだよこのぐちゃぐちゃなありさまは。せっかく動画にしたんだから、綺麗な車内を映せよ。相変わらず、空気読めねえうぷ主だな。ぐちゃぐちゃなのは単に崩れてしまっただけですが、これから始まるこのキャンプ動画について、最初に注意事項です。まず、うぷ主はキャンプ、初めてです。タープの張り方も予習してきましたが、グダグダです。そして何より、料理はほとんどしたことがありません。地元消防団の夜景の際、ホルモン鍋を作る程度です。野菜切って肉切って、鍋にぶち込む程度だから、料理と呼べないぜ。しかも焦がしやがったしな。うっさい。そんなうぷ主の初めて尽くしのキャンプ動画となりますので、ニコニコにアップされている、かっこいいソロキャンプ動画、憧れるキャンプ動画ではありませんので、まともなキャンプ動画は期待はせず、生温かい目で見守ってやってください。で、今回はどこに向かってるんだ？はい、兵庫県北部にある、宇和の高原野外教育センターに向かっています。教育センター？キャンプだよな？はい、この教育センターにはオートキャンプ場も併設しており、今回はそちらを予約しています。オートキャンプ場？なんだよオートって。キャンプしたことある人にとっては当たり前ですが、車をサイト内に乗り入れできる、キャンプ場のことです。キャンプってどうしても荷物が多くなりがちですが、オートキャンプ場なら横付けできるので、重い荷物をサイトまで運ぶ必要がありません。うぷ主はテントは張らず、寝るときにこのなめこ号カッコ仮を使います。ところで、なんで宇和の高原なんだ？うぷ主の家からなら、他にも近場にキャンプ場あるだろ。ふふふ、それはもちろん。安いからですー。やっぱりか。うすうすそんな感じじゃないかと思ってたぜ。オートキャンプ場って、結構高いんですよ。キャンプが簡単にできるようにと。設備が充実している分、管理費が上乗せされているんでしょうか？場所にもよりますが、一泊3000から5000円近くするところもあります。たけー。それならホテルに泊まった方が快適だぜ。あくまで1サイトあたりでの料金なので、うぷ主のようなぼっち利用ならそうですが、普通は家族連れ、3、4人での利用が一般的なので、全員がホテルに泊まることを考えると、全然安いと思います。ってことは、ぼっちでオートキャンプって？バカの極みだな。うっさいわ。それではこれから向かう、宇和の高原野外教育センター、について解説しましょう。兵庫県立宇和の高原野外教育センターは、兵庫県観光百選の一つに選ばれた、兵庫県北部のトロ川平にあります。標高550メートルの、なだらかな地形にある当センターは、西日本一、127ヘクタールの広大な敷地と、四季折々の表情が感じられる、豊かな自然環境に恵まれています。年間を通して、学校、ボーイスカウト、ガールスカウト、子供会等各種団体、
スポーツ合宿等、多くの皆様にご利用いただいております。以上、ホームページより抜粋。〇〇コピーすんな。って、県立の施設なのか。だから安いのか、納得だぜ。うぷ主もめちゃくちゃ探しましたからね、安いキャンプ場。ここで位置関係を見てみましょう。まずここがあの有名な、日本です。それはわかるがな。アップで見てみましょう。こちらも有名なあの、兵庫県です。いいから早くしろ。ここがこれまた有名な、姫路。おっと失礼、間違えました。正式名称は、メガロポリス姫路でしたね。さっさと進めろや。で、すでに乗っていますが、こちらがキャンプ場。山陰側なのか。さらにアップで、和田山から国道9号線を北西に進み、そこから県道89号線で山を登ります。画面では国道9号のループを通過中ですね。ドライブレコーダーの映像だと、迫力ないけどな。うぷ主愛では、ぐるっと一周する絶景が映っています。さて話は戻り、この上野高原野外教育センター、オートキャンプ場の気になるお値段ですが、1泊540円なのです。安ー。注意点として1サイト、1台などではなく、1人当たりの料金なので、4人グループなら2160円となります。うぷ主は2泊、そして電源ありのサイトを利用したので、1日あたり500円の加算と、2泊の割引もあり、電気使い放題なのに、2泊で2000円と、超絶お安い料金となっております。その分、裏があるんじゃないのか？裏？というほどではありませんが、発生したゴミは、炭の燃えかすも含めすべて持ち帰り、あと、風呂についてはセンターに宿泊客がいない場合は、車で10分のところにある、近くの温泉まで行かないといけません。それくらいでしょうか。素晴らしい場所じゃねえか。ですよね。あと今回、電源ありサイトを予約できましたが、最初は予約でいっぱいでしたが、幸運にも直前に空きが出て、電気使い放題の、快適なキャンプとなりました。梅酒やほろ酔いを、キンキンに冷やしてやりましたよ。キャンプなのに文明の力使うなや。それにしても、なあ、もう8分経つのに、全くキャンプしてないぜ。見てくださいよ、今日はほんといい天気ですね。キャンプ場のチェックイン完了です。各種説明を聞き、料金の支払いも済ませます。これから砂利道を走り、サイトに移動するぜ。ただの軽トラなら、振動も気にせずガンガン行けますが、軽キャンの場合後ろの家具や荷物が心配で、トロトロ運転しかできません。おお、テントが見えてきたぜ。正面に見えている区画が、うぷ主のサイトとなります。こんな感じで、自然いっぱいの綺麗なところでした。では早速タープを組み立てましょう。そして初公開。うぷ主のお姿です。バッチリぼかしてるけどな。背が低いとか、顔が長いとか、おでこが後退してるとか、その割に顎は前進してるとか、
気になってもスルーでお願いします。あーってなっても、心の中で留めておいてほしいぜ。おい、すでに組み上がってるじゃねえか。はい、なぜか録画が途中でストップしちゃってました。で、思いっきり風で飛ばされてるし、これはさすがに焦りました。この日はご覧のように天気は良かったのですが、風がかなり騒がしく、一人では苦戦しました。反対側を押さえていてくれる、ヤマトナデシコな彼女をウプ主は募集中です。さらっと何言ってんだ。なおこのタープ、詳細は次回しますが、ウプ主は事前に組み立てる練習はしたものの、肝心の車体への取り付け練習をおろそかにしていました。吸盤で吸着させて固定するのですが、背が低くて届かない。交差で吸盤が密着しない。などなど、強い風と相まって、かなり無駄な動きが多かったです。画面の前の良い子の皆さん、初めてテントやタープを使用される際は、お家の庭で実際に広げ、組み立て方、固定方法をマスターしてから行きましょう。でないとウプ主のような間抜けになるぜ。今回はここまで。次こそはしっかりとキャンプしますよ。ご視聴、ありがとうございました。